はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が寝てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらうように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご利用ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、大阪に住んでるんであれなんですけども、あの大阪都構想がね、否決で大阪市が大阪市のまま続行ということになりました。まあ、僅差でね、何も変わらずということですけどもね、まあ、そもそもその大阪都構想というのは、大阪市の区をまとめて大阪都にして、行政をスムーズにするという改革だったんですけども、まあ、我々ね、病人やね、子育て世代からしたらですね、この、まあ、都になっても、まあ、市のままでも、まあ、府のままでもね、まあ、そのなんていうんですか、医療制度の改革をね、求めますけどもね、こう何回もこう病院に通わなあかん状態でありますからね、党や市じゃなくて、むしろ国に動いてほしいものです。まあでもね、これはね、その病人やね、子育て世代だけじゃなくて、まあ、健康な人たちもそうですよね。あの今はね、その子どもの日本脳炎とか、各市町村がね、負担してくれてるその予防接種だけでもね、助かってますけども、まあ、例えばそのインフルエンザの予防接種なんかそうじゃないですか。あれはインフルエンザウイルスのね、感染しないために、健康な状態のままよりよくね、健康であるためにするわけでしょ。まあ、それやしね、今まさに開発されているその新型ウイルスのワクチンも同じことが言えますよね。まあ、今期はね、間に合いませんけども、まあ、来期からね、そのインフルエンザと新型ワクチンをね、まとめて打てる制度を国が負担していただきたいものなんですよ、本当に。まあね、他の改革もいいですよ。それはね、国を良くして国民が穏やかに暮らしていけるようにしてほしいですけども、まあ、そもそもね、でも健康じゃなかったら、あの穏やかにはね、いかないですよね。まあそんなことをしたら税金が上がるかなってね、ちょっと声がね、聞こえそうな気がしますけども、でもまあこの前ね、その全国民にですよ、10万円の給付金があったじゃないですか。あれができるのであれば、1年に1回くらいのね、予防接種代ぐらい負担してくれることがね、できると思うんですわ。それにね、こればっかりはね、ほんまに不正や詐欺はね、できないと思うんですよ。まあこの他人のね、予防接種の権利をね、あの騙し取ってね、直近で2回も3回も打とうとするアホなやつはね、まあいくらなんでもいないと思います。まあ詐欺師のようなアホでもね、そんなことをしたら体にめっちゃ悪いやろっていうことぐらいね、あの逆に分かってると思うんですよ。みんなね、それをね、すごい求めてると思うんですけどもね、あの昔ね、その学校でもね、集団予防接種ってなかったですかね。ありましたよね。ここでね、ありましたって答えた人はね、まあ、僕と同じ世代がちょっと上の世代の人たちですよね。そうなんですよ。実はね、あったんですよね。まあ、その昔ね、そのインフルエンザの大規模な、ね、集団感染が出てから、1977年にね、予防接種法でね、制定された、免疫力が弱い小中学生に対してですね、学校内で集団でのワクチン接種が実施されていたんですよ。まあ、しかしながらね、この集団ワクチン接種がね、続いたのはね、わずかね、11年間しかね、続かなくてですね、1987年には、あの保護者の同意を得た希望者のみにだけ実施するような法律が改正されました。僕は毎年受けてましたね。受けてたような気がしますね。そんな記憶がありますよ。あの朝にね、熱を測って、ピピッと測ってね、チェック項目にね、ペペペペペってチェックしていって、ね、お母さんがポンって反抗してくれて、で学校でその給食食べ終わった後の、まあ、5時間目ぐらいからかな、その保健室にみんなで行って、って打ってましたね。その集団予防接種がね、その功を奏したのか、1994年にはですね、あの予防接種法の対象疾病からね、インフルエンザがね、削除されて、あの希望者はね、その個別に、医療機関へ行って、自分で病院へ行って、出向いて、接種を受ける、その任意接種っていうのに切り替わったんですよ。まあ、子供の頃のね、記憶なので、あのなんか知らんけど、こう、注射みたいなね、感じでしたけども、まあ、今考えるとね、そのね、集団予防接種があったおかげでですね、あの集団感染がね、なくなったのかなと思います。そしてでもね、その集団ワクチン接種っていうのが行われなくなった、まあ、大きな理由としてね、こんなことが挙げられるんですよ。あのね、ワクチン接種の後にですね、あの起こる副作用がね、問題視されたんですよ。副作用っていうのはね、熱とかね、発疹とかね、免疫が入ったこと以外に起こってしまうそのワクチン接種後の反応でして、あの場合によってはね、呼吸困難とかね、まあ、その他のね、重篤な症状をね、引き起こすこともね、あるんです。あの集団ワクチン接種がね、行
われた時もね、そのようなね副作用があったとね報告されていましたけどもね、まあ、中には後遺症が残るようなね怖い反応をね起こすケースもね見られてね、まあ、国に損害賠償を、ね、求めるね訴訟がね起きたこともねありました。ワクチンのね接種をね受けることでね、その感染リスクをね下げたりね、その感染しても重篤化を防ぐメリットが得られた反面ね、その副作用が起こる可能性もあることからね、体質やあの持病などを考えて、そのね個々の判断でね、それぞれの判断でワクチン接種っていうのをするというね現在のスタイルがね定着したわけなんですよ。でもね、その学校で打つものも、希望者だけだったので、わざわざ病院に行く手間が省けるので、まあ、時間かからずにね済むから別にいいと思うんですけどね。あのね、病院へインフルエンザのね注射をしに行くのも、あの今はね予約が必要な時代になってきてますので、そのね予約でね、その病院がもうワクチンの数っていうのを確保できますので、その1日のね予約枠のね中でちゃんとね病院側が管理して、で患者側は時間を合わせて予約をして、自分のね生活の時間に合わせて予約ができて病院に行けばいいってことなので、ほんでね、あのワクチンが足らなくならないようにですよ、製薬会社がね生産してくれたら、もう年中無休で、無休じゃないよ、年中あの予防接種にね困らないわけじゃないですか。そうする、そうなったら、でそれらしてその iPS 細胞でね、がんの治療実験もね進んでますので、まあ、そんな感じでねワクチンも増やせたらいいんですけどね。そしてね、それらをね全てを国が負担してくれるというね、まあそのようなことができるかどうかわかりませんけども、まあそんな時代がね早く来たらいいなってね思ってます。まあね、その予防接種してもね、まあそれで大丈夫ですよっていうわけじゃなくてですね、あの皆さん引き続きね手洗いうがいをね頑張っていきましょう。あ、そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。